はい、どうも、株式会社 SSC コンサルティングの月夜です。ですね、今この動画を上げている段階っていうのは動画の本数が約35本ぐらいかで、まあ再生回数がそれぞれの動画で、5回から10回みたいな。これって YouTube マーケティング的にはどうなのかっていうと、正直クソなんですよ。でクソなんですけど、再生回数とかチャンネル登録者、再生回数的にはクソなんですし、全然こんなのね、社会に一切影響を与えてないという状況ではあるんですけれども、僕って諦めずに無駄にね、ずっと動画上げ続けてるじゃないですか。普通ね、この辺で諦めるんですよ。普通この辺で諦める。だって動画上げたって5人10人しか見ないんですよ。でそのうち半数がたまたま見っけで面白そうだから見るっていう人で、その残り半数がちょっと例えば個人事業主開業とか、なんだ、動画マーケティングとか、そういうので、そういう検索キーワード、こっちが狙ってるキーワードで検索してきてくれたあなた、要は大体半々でそれくらいですから、再生数10回程度とか5回程度の動画ばっかりなんてもう終わってるんですよ。でここで諦めるのが失敗する人です。でそれでもやるのが成功する人です。ですから、この動画、まあ今撮ってる時はね、将来どうなるかっていうのはまあ分かんないですけれども、このプロジェクトはまあ成功します。諦めないですから。だから1年スパンで考えてるので、なので僕別に今あれないじゃないですか。 YouTube の動画マーケティングでは自分のそのサービスの、まあ宣伝ではないですけれども、宣伝を兼ねた有益な情報を提供していくっていうのが YouTube マーケティングの基本なんですけど、まあ当然ね、その動画配信するだけじゃダメで、動画の説明文のところに自社サイトの URL とか自社ブログの URL とかメルマガ登録フォームの URL とか、まあ最悪アフィリエイトタグ、まあアフィリエイトのリンクは貼れないのか、まあその辺はちょっと分かんないですけど、アフィリエイトは僕メインではやってないので、そういういわゆる URL を YouTube の説明文に貼らなきゃダメなんですけど、今現状2013年の9月の7日現在、僕このアカウントの動画に対しては一つも URL 貼ってないんですよ。それはなぜかというと、まあ、これできれば貼った方がいいです。皆さんやるんだったらもう最初から貼った方がいいです、当然。なぜかっていうと、あれです、 SEO 効果 の外部施策、要は外部の非リンクになるので、 URL 貼ると、まあ、バンバン貼った方がいいんですけど、僕貼ってないじゃないですか。でそれなぜかっていうと、めんどくさいからなんですよ。で今はその動画をアップロードする時期と、 できればその URL 貼っつけた方がいいんですけど、ね、まだかっちょいいねサイトができてないので、今作ってもらってるんですけど、だから貼ってないんですよ。そっちに力割いてるわけじゃなくて、やっぱり今僕ができるのはじゃあ YouTube だということで、動画の再生数がめちゃくちゃ少ないのにもかかわらず、ずっとめげずに上げ続けると、これが成功するやり方です。あなただったら諦めてるかもしれないですよ。だって動画35本とか上げまくってんのに、一つ一つの動画の再生回数が5回とか10回ですよ今。やばくないですか。その努力は何っていう何の意味があるのっていうねことを思っちゃって、ああじゃあもうなんかだんだんやる気なくなってくる、でやめちゃう。ブログとかでも一緒でしょ、やめちゃうんですよみんな結局ね。なぜかっていうと、別に根性ねえからって言ってるわけじゃなくて、まあ普通やめますよ。だってこんなに頑張ってんのにアクセス数が伸びないし、ページビーム、ブログだったらページビーム伸びないし、全然誰もユニークユーザーなんてもうほぼ1人か2人ですと、もうね、もういいわってなるじゃないですか。それ根性ないとかじゃなくて、ここから始まってくんだっていうことが気
経験実体験としてないから諦めちゃうんです。でも僕としてはもうその他の、まあ、コンシェルジュっていうのがあってアカウントがそれで実際同じやり方をやって成功してるわけですから、まあ、大体同じやり方をすれば成功すると時間はかかるけどっていうのは分かってるので諦めずにやるということをやってるわけですね、うん、ですからあの諦めないでやってください、ね、でそうするともうチャンネル登録者5人いるでしょ今あの9月7日の段階でチャンネル登録者5人いるんですよ。あなたですよ。あなたがなぜかチャンネル登録したでしょ。なんで？ありがとうございます。本当にでそういうね、なんて言うんでしょうね。面白い人たちが出てくるわけです。頑張ってやってると。で5人のうち1人はあれなんですよ。僕のビジネスパートナーです。だから4人はマジで何か興味があって登録してくれた人ってことでしょ。何に興味があったの？むしろすごいよねすごいよね。だってありがとうございますなんですよ本当に。でここから始まってくんです。登録者チャンネル登録者5人から6人になるんですよ。6人から7人になって7人から8人になって8人から10人ぐらいになって10人ぐらいになったらだんだん増えてきて15人になり20人になり30人になり40人になりとなっていくわけですね、うん、ですからやっぱりあのマーケティングにも得意不得意正直あると思うのでこういう動画見てもねなんかつまんないなできるかなっていうふうに思う人もいるかもしれないですけどでもまあやってみる価値は十分あるのでやってみた方がいいと思いますね。はい、まあ、そんな感じで諦めんなよっていう行こうぜみたいな感じの話をしました。はい、じゃあ一旦切ります。